私は寄崎カナ、バレー部に所属する高校1年生だ。カナ、さすがだね。さすが我が部のエース。その才能を認められて、新人ながらもレギュラーとして活躍している。最近暑いからこまめに水分取らないと。って、あれ？私の水筒は？それは休憩中のこと。ここに置いたはずなのに、もしかして。生き返る。やっぱり先輩か。それ私の水筒です。だから何？私を悩ませる人物が今日も現れた。何度も言ってますよね、勝手に飲まないでくださいって。生意気ね。先輩に気を使うのが後輩の役割でしょ。そんなのおかしいです。彼女はモナミ先輩、自己中で気の強い性格なんだ。たかが飲み物ぐらいで怒るなんて、ケチにも程があるわ。運動する上で水分はとても大事なんですよ。モナミ先輩に飲まれてしまったら、私は脱水になりかねません。な、大げさな。甘ったれたこと言ってんじゃないわよ。モナミ、それはカナンの飲み物でしょ。先輩の威信をかけてちょっと拝借してるだけよ。勘違いしてない？先輩後輩の関係はそんな歪んだものじゃないはずだよ。もううるさいわね。なんで後輩なんかの味方をするんだか。他の先輩たちは優しくしてくれて、いつも私をかばってくれる。なんかごめんね。いえいえ、先輩たちは関係ないので気にしないでください。雰囲気を悪くしちゃって申し訳ないな。私たちの間に確執が生まれたのには、はっきりとした理由がある。それは私が入部したての頃。うちの部は実力ありきだから、先輩後輩も関係ない。だからカナン、あなたが今日からレギュラーだよ。頑張ります。モナミ先輩のレギュラーの座を私が奪う形になってしまったんだ。ああ、新人がレギュラーなんて、うちの部も終わりね。あれ、中身がない。それカナンのだったの？さっきモナミが飲んでたよ。そんな。それ以来モナミ先輩はあんな態度を取るようになった。私のあげるよ、だから元気出して。ありがとう。こんな毎日いつまで続くのかな。それでも周りの支えによってなんとか自分を保っていられたの。それでね、モナミ先輩ったら全然反省してくれないの。そうなんだ。このままじゃ部活に行くことも嫌になりそうだし。そして夕方、幼馴染のナギトに愚痴をこぼしていると。あら、ナギトくん。どうも。うーわ、タイミング悪い。今の聞かれてないよね。タイミング悪く、モナミ先輩がやってきたんだ。こんなの相手にしないで、私と帰りましょう。嫌がってるの分かりませんか？話してあげてください。は？何様のつもり？すると、次の瞬間。私たち付き合ってるのよ。は？本当なの、ナギト？いや。邪魔なのはそっちだっつーの。信じられない事実が明らかとなった。ナギトのことは何でも知ってるつもりだったのに、よりによってどうしてモナミ先輩と。あんたのものは私のものだから。翌日、こうなったら何もかも忘れて自主練に打ち込むのみ。モナミ先輩にもっと実力の差を思い知らせてやる。私は悶々とした気持ちを晴らそうと、朝練するために早朝に登校した。うわ、最悪。せっかく朝練しようと思ったのに。なんで先輩が。しかし神様は味方をしてくれず、モナミ先輩と遭遇してしまった。モナミ先輩のことは気にしないでおこう。くよくよするのは私らしくないし。あれ、ナギト君を奪われたからってふてくされてるの？何を言われても反応しなければいいんだ。よし、やるか。ちょっと、何か答えなさいよ。先輩をスルーするなんて許さないわ。相手にしない、相手にしない。それでもすぐに気持ちを切り替えて練習に打ち込む。モナミ先輩、レシーブの練習に付き合ってもらえますか？はあ、なんで私が。まさか部活に私情を挟むなんてことありませんよね。こうだったらやけくそよ。なんだかんだ練習には付き合ってくれるモナミ先輩。ふん、もう十分でしょ。はい、ありがとうございました。一汗かいたらすっきりしたかも。それから学校が始まる直前まで練習をしたの。水分補給したら教室に戻ろう。もう喉がカラッカラだよ。体育館は蒸し暑く、当然私は水分を欲していたんだけど。あ、私の水が。ちょっとストップ、ストップ。悔しいことに、またしてもモナミ先輩にやられてしまったの。油断してた。今日は一段と暑いから、いつもより美味しいわ。返してください。いやよ。
もう限界なんです。本気で怒りますよ。怒ったからって何よ。当然モナミ先輩は悪びれる様子もない。生き返ったわ。そんな、私の水が。挙句の果てには全て飲み干されてしまった。先輩の水をください。持ってきてないからあなたのを飲んだのよ。それなら外の自販機で水を。自分で買ってくれば。ちょっと頭が痛くて歩けないんです。はいはい、仮病ですか。そんなことしたって無駄よ。本当なんです、お願いします。すると突然、私は体に力が入らなくなって。年上を舐めるとどうなるか思い知ったらいいわ。待って、行かないで。さようなら。もうダメ。そのまま私は。あれ、ここは病院。目覚めると私は病院にいた。熱中症で倒れていた君を便利屋の彼が運んでくれたんだ。外壁修理をしていたら体育館の中に真っ赤な顔の君を見つけてね。処置が遅れていたら命の危険もあっただろう。助けていただいてありがとうございます。無事で何よりだ。モナミ先輩の行為により私は危険な状態だったらしい。カナ、心配したよ。来てくれたんだ、ありがとう。体調はどう？少しは良くなってきた？うん、だいぶ落ち着いてる。そっか、とにかく無事でよかった。夕方、部のみんながお見舞いに来てくれたんだけど、モナミ先輩はいないんですね。その中にモナミ先輩の姿はなかった。それが、モナミは鍛え方が甘いのよって言って来てくれなくて。そうですか。朝練一緒にしてたんだよね。もしかしてモナミが原因なの？はい、いろいろあって。私たちが注意してもどうにもならないし、困ったわ。このままじゃ命の危険だって。そこで私は、こうなったら私に考えがあります。考え？あの便利屋さんなんですよね。実はお願いがあるんです。なんだい？今度こそ先手を打つのみ。ある作戦を実行することにしたのだ。もう退院できたのね。はい、おかげさまで。ふーん、残念。はあ、もっと休んでいてくれたらレギュラーを奪い返せたのに。私は自覚するほどプライドが高い女。ナイス、カナ！張り切っちゃってウケるんだけど。私だって負けていられない。だから出しゃばる後輩がとにかく気に食わないの。あっつー、真夏の練習は応えるわ。40度？体温より高いなんて恐ろしい。見ると体育館の温度は恐ろしいほどに上がっていた。誰かさんみたいに熱中症になったら大変よ。自分の体は自分でねぎらわないとね。だから私は今日も。言ったでしょ、あんたのものは私のものって。一足お先にいただくわ。カナンの水筒を手に取った。ああ、生き返え。ん？待って、これ。だけど違和感を覚えた私。それが何の違和感なのかは。カナン！水じゃない！どうなってるの？すぐに理解した。とっても辛い何かだったの。口の中が痛い。あんたの仕業ね。何を入れたのよ。激辛ドリンクです。便利屋のアントンさんにお願いしてわざわざ用意してもらったんですよ。卑怯者め。辛い。考え抜いた結果、モナミ先輩をおとなしくさせるにはこの方法が最適だと考えたの。キャロライナリーパーとブードジョロキアをブレンドした世界最強クラスの激辛ドリンクなんで、そう簡単に辛いのは引きませんよ。そんな、なんとかしてよ。なんとかしてと言われてもねえ。先輩の私にこんなことしてただで済むと思ってるの？きっと大問題になってあんたはだいぶさせられるわ。私は先輩に何もしてませんよ。先輩が勝手に私の水筒を飲んだ、それだけのことです。調子に乗りやがって。水筒にこんなもの入れてるあんたが 100% 悪い。いや、今日は辛いドリンクが飲みたい気分だったんで。こんな暑い日にんなわけあるか。え、なんか言いましたか？くそ、こうなったら。すると、あろうことか。あ、私の水道。ありったけの水をいただくわ。緊急事態なんだから文句は言われないわよね。
モナミ先輩は私以外の水筒にも手を出す始末だ。だけどカナー、カナーにおすすめされて私も同じもの持ってきたんです。こうなることは全て想定済みだ。というわけで激辛ドッキリを仕掛けようかと。何それ、すっごく面白そう。モナミの態度にはムカついていたから協力するよ。私も。計画を話すとみんな喜んで協力してくれたの。それじゃあこっちの水道を。私も今日は激辛ドリンクなの。あ、それじゃあこれは。もちろん激辛ドリンクです。ふざけやがって。大勢で私にこんなこと、最低よ。こうでもしないとカナンへの行為はやめないでしょ。最低なのはモナミ先輩です。私は命の危険すら迎えたんですよ。それはあんたが体調管理を怠ったからでしょ。本当にそう思ってるんだったらあなたはこの部にふさわしくない。なんですって。思いやりの心を持たない人がいるとチームワークも乱れるの。あっそう、いいわ、こんな部活こっちからやめてやる。そして勢いそのままにモナミ先輩は退部宣言。水なんて自分で飲みに行けばいいだけのこと、あんたたちの手なんか借りなくたって一人で行けるんだが。ああ自業自得だね。体調管理がなってないんじゃないですか。よし、練習を再開しようか。何よ、誰も見舞いに来ないじゃない。その後私はあいつらのせいで脱水症状を起こし入院する羽目に。たかが水を飲んだだけでどうしてここまでされないといけないわけ。本当に性格の悪い集団だわ。失礼します。あら、ナギト君じゃない、来てくれたの。今日は先輩に伝えたいことがあるんです。なに、何でも言ってみて。その時やってきたのは愛しの彼氏ナギト君だけど、俺は好きな奴がいるのでもう付きまとうのはやめてください。なんですって。ショックなことを言われてしまった。好きな奴ってまさかカナン。そういうことです。だから邪魔しないでください。なんであいつばっかり美味しい思いするのよ。私の思いは一方通行だったようだ。ナギト、モナミ先輩のお見舞いに行ってたよね。うん。それってやっぱり二人は、あのさ、やっぱりモナミ先輩と付き合ってるの。え、何も知らずに愚痴ばかり聞かせちゃってごめんね。ナギトが幸せなら私は。付き合ってないよ、本当に先輩とは何もない。そうなの。俺こそごめん、相手が先輩だったからどう対処すればいいかわからなくてさ。よかったら今度の週末一緒に映画を見に行かない。行きたい。モナミ先輩との因縁はこれで終わり、これからはきっと明るい未来が私を待っている。今日も見てくれてありがとう。じゃんけん。